旧ジャニーズ事務所に所属し、ジャニー喜多川氏による性加害を受けたと告白した元忍者の志が康信さんが24日、自身の X、旧ツイッター、を更新、元朝日新聞の緒方敏彦記者が創業者で、東京新聞の望月磯子記者がキャスターを務めるニュースメディアアークタイムズについて、二度と取材はお受けすることはできませんと伝えた。 アークタイムズの取材を受け、24日の配信を告知していた志賀さん。しかし、24日午後3時過ぎに、お詫びとポスト。続けて、本日配信予定でありましたアークタイムズの私の配信が中止となりそうです。確認を急いでおりましたが、この時間になっても返信はございません。ニュースは生きたものですので優先順位が、配信、あって当然であると理解しております。 しかしながら、取材時間が予定よりずれ込んだり、私にも経営陣としての立場がございます。スケジュール外で時間が押してしまうことは承知しておりますが、密なスケジュール。野中を受けし、そのようなことが起こったことで取引先の企業様方に多大なるご迷惑をおかけしてしまいました。私の判断ミスです。と取材で起きたトラブルを明かす。 続けて、メディアの一部ではございますが、このようなことが事実として芸能界では当たり前に起こっています。通常の企業が経営陣とのアポ取りとルールを守る。当たり前のことです。芸能界は許される。今の私には到底理解ができません。残念なことですが、アークタイムズには二度と取材は受けすることはできません。皆様の信用を落としてしまい誠に申し訳ございませんでした。 引き続き活動は続けてまいりますので何卒よろしくお願い申し上げます。誠に残念です。X の原文ママ、と今後は取材を拒否する方針を伝えた。体調が悪い中で取材を受けていたことも告白。このようなことがさらに人を傷つける。と本音を吐露すると、分かったふりだけはしてほしくない。分からないならそれなりに人をいたわることを知っていただきたい。誠に残念です。 皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしまして本当にごめんなさいと投稿したその後午後4時になりアークタイムズからご連絡今しがたいただきました本日19時過ぎの配信予定だそうですと報告なんだかな X でコメントしたから皆様大変お騒がせし誠に申し訳ございませんでしたと謝罪したがなぜか私がお詫び なんだかな、よろしければ、引き続き何とぞよろしくお願い申し上げますとポストしていた。さらに、19時過ぎの配信みたいだから、よろしくお願い申し上げます。本当にごめんなさいと予定時間から、さらに遅れることについて重ねて謝罪していた。その後、アークタイムズも公式 X を通じて、志賀様、アークタイムズスタッフです。現在、配信しております。 昨日夕方の収録からその後、編集等に時間がかかり告知が遅れて申し訳ありませんでしたと理由を説明、一番多くの皆様に見ていただける時間がいいと思いましたので午後7時半からの配信にしましたと伝えている志賀さんはアークタイムズの動画で誹謗中傷の現状やスマイルアップの現状について訴えていた。